の太一です、今年もどうぞよろしくお願いいたします。で、突然雑談なんですけど、年始にね、うちの奥さんと4歳の子供が買い物に行ったんですよ。そしたら100均に行ってきたらしいんですけど、これ欲しいって言って4歳の息子が買ってきたのがこれだったの。これルービックキューブ。これできる人いますかね。これ昔触ったことありますけど、全然こうがっつりやったことはなくってね。で、まあ息子にこうどうやってやるのっていうふうに聞かれるじゃん、やっぱり。で、まあ父ちゃん頑張ればこれ一面はできるんで、一面揃えたらまあ褒めてくれるわけ。調子乗るよね。で、ハマって、で、これ100均のってね、できるんですけど、ちょっと引っかかるんですよ。こう回るガチャガチャみたいな。で、いや、やるならちゃんとやろうと思って、アマゾンでね、ちゃんとしたの買いました。2個で700円ぐらいかな。なんかセールで安かったんですけど、これです、もうすごいよ。ほんと超回るから。で、これを買って、今3日間ですね、YouTube を見ながら練習しまして、でそれを、どれぐらいできるかと、成長過程をね、少し動画に残してみようかなと。どこにニーズがあるって言われたら、かなはな疑問なんですけど、よかったらね、お付き合いください。はい、ということで、じゃあね、実際にやっていこうかと思います。で、まだ6面はできないです。途中まで。で、YouTube 見て勉強した方のやり方を、もうほんとなぞって頭に頑張って今暗記してる段階なんで、練習3日目だからね、ちょっとそこはね、お許しください。じゃあ、行けるとこまで行きましょう。1分とかどうなんですかね。じゃあ、ちょっとまず自分で白をね、ちょっと揃えていきます、上に。で、でなんですけど、よいしょ。なんか、ね、こう、息子がやってるの見てさ、ちょっと触発されましたよね。でね、やっぱね、息子にね、すげえって言われるのはね、嬉しい。と思って、ちょっと父ちゃん頑張ろうって思って。よいしょ。で、これで白がまず揃います。上ね。あ、ごめん、ちょっとあんま、映ってない。下手くそかっていう。ごめん。これ白揃ったんで、次の段階に行きたいと。で、自分が今できるところは、上1面揃えたら、横を、上2列。ここね。この部分。ここ。ここを揃えていきます。ここまではできるの。頭に入れたから。それやっていくと、まずこうやっていって、どこだ。ちょっとね、頑張って、これね、画面見てね、ちょっと手元を映しながらはね、大変やね、これ。で、こうやって、もうね、結構練習した。隙を見て。板書作れよって話なんだけど。これでね、上一面と上段がね、こうやって青が揃って、オレンジ、緑って、一列揃ったでしょ。で、次、下段じゃねえや、二段目。中段か。を揃えていこうと思います。で、持って、こうで、どこだ?こっちか。でもね、楽しいんだ。やってると思った以上に楽しくてね。そう。ただ、難しい。なんか、いろんな人の動画を見てるんですけど、まあ、やり方は一通りじゃないらしいんです。で、まあ、いろいろあるんだろうなとは思ってるんですが、ちょっと、自分にとってこう、やりやすかった方というか、あ、この人のでやってみたいなと思った方ので一応やってるんですけど、今。こっちだから。いやいっしょ。こっちか。これで、あ、もうちょっと。どこだ?あ、そう、ないね。あった。これか。なんのこっちゃった話だよね、みんながしたらね。ちゃ。いいんか。こうで。よいしょ。あ、ちょい。ほっ!っていう感じ。これでね。揃ってない。上白、OK で、横が、上2段がこう、緑、赤、青、オレンジ。ここまではね、入れたんです、頭で。はい、拍手。で、こっからがね、覚えらんない。一応、工程を紙に書き出して、できるんですけど、今、カンニングするまで紙あるんですよ。メモ書き。こうやって、見てほら。紙で書いてあるんですけど、この通りやればいけます。いけるんですが、ここに関してはまた覚えて、ちょっと、次の動画でやってみようと思います。なので、まあ、なんだろうな、1月中に、まあ、数日に1本ぐらいね、成長日記みたいな感じで、少し動画撮っていこうと思いますんで、よかったらね、お付き合いください。では、次回は、そうだね、6面、カンニングなしでいけるぐらいになれたらなと思いますので、まあ、よかったら次回も見てみてください。それじゃあ、ご視聴いただき、ありがとうございました。バイバイ。